恵比寿吉和は老化を理由にローカル路線バス乗り継ぎの旅テレビ東京系を引退したが、田川陽介はまだまだやれそうだ。お笑いトリオパーティーちゃんの YouTube チャンネルに出演した田川は、バス旅のロケが終わった後で必ず行うことを明かした。田川の初めてを奪うをテーマにトークを展開し、菅ちゃん最高の一がカップラーメンを食べさせようとすると田川は、カップ麺は好き。特に焼きそば。バス旅のロケが終わって東京に帰ると、そういうのが食べたい。だからバス旅から帰ると必ず、ペヤング。しかも田川が食べるのはただのペヤングではなく、通常の倍の麺が入っているペヤングソース焼きそば超大盛り。パーティーちゃんのメンバーは驚き、部活帰りの高校生とツッコミを入れた。実はジャンクフード好きであることが分かった田川は、勧められたカップラーメンスーパーカップ 1.5 倍豚キムラーメンを完食。うまいねと満足そうな表情を見せた。田川は御年65。カップラーメンをペロリと平らげ、ペヤングの超大盛りを食べる健胆かぶりに、ファンはまだまだバス旅を続けられると胸を撫で下ろした。一方でテレビ視記者は、別の面での不安を口にする。体は問題ないのですが、頭には不安が残ります。バスの時刻をチェックし忘れたり、発車時刻を勘違いしたりと、最近はボンミスを連発している。そのせいでバスバーサス鉄道乗り継ぎ対決旅は4連敗中です。恵比寿は歩きが辛いとしてやめましたが、田川は頭が原因で引退、という事態になりかねません。ファンのためにも、脳のトレーニングに励んでほしい。